そう今日さペコアラさグラちゃんとイナちゃんと話して英語の難しさを気づいたよ、会話できた？えやっぱイナちゃんがいたペコだから日本語が ねやっぱ上手ペコだからあれだったんだけど、なんかねすごい自分マリンとかもいたペコなんだけど、パワーでどうにかいけるかなと思ったんだけど、やっぱあれだった通訳が必要だなってね実感した。あパワーだけじゃ無理だった、無理だったなんかねグラちゃんがはぁみたいな感じの顔って聞いてくれんのよでイナちゃんに聞いてあーオッケーオッケーみたいな感じで、やっぱ通訳は必要ですなっていう風にねすごい実感しました。2人でマリンと、マリンはね通訳のなんかアプリも入れながら頑張ってたんだけど、なんかね、うんうん、どうしても通なんか通じてる時もあるの、でもなんとなくねなんか、うんうん、あーオッケーみたいな時もあるんだけど、相手が通じてなさそうな顔されたからなんか英語頑張らなきゃなと思いながらもね終わった今日仕事だった。細かいの難しいよね、細かいね、なんか伝える時に、えなんかさ文章でさ日本語まずさ思いつくじゃん、もしなんか日本でどこ行きましたかとかさ、日本のご飯で何が美味しかったですかとかってさ文章をまず考えてから、そこそれをさ英語にするのがむずくてさ、単語だったら出るのよ。ジャパニーズフード、うまいやつみたいな感じのさあでもわかる、単語になるよねえそうそうそう、それがすんごい今日ね大変だったわマジでおーイエーしか言えないと、おーイエーすか、おーイエーカモンレッツゴー、あれだよね、なんかゲームで使う単語だったらわかるんだけど、あーなるほどね、あの罵るやつとかね、罵るやつは使わないな家ではマジ本当に、いやおいこのゲームアインストールしろよとかなんかめっちゃ言うじゃん悪口が一番仲良くなるためのえ、そうだよ、仲良くなるのそれってで自分がバカにされてないか確認するためのやつじゃなくて仲良くなるためなの、そう、悪口が一番覚えやすい、覚えやすいね覚えやすい、ほんとかよ。でもそう思うと日本はなさそうだよね、悪口でなんか、そもそも日本の人あんまりチャットしないしね、あ、そっか、確かにボイチャとかチャット、うん、それはあれ海外の、うん、海外の人が仲良くなるだけ、日本人と日本人じゃなくて、うんうん、海外の人と日本人とかが仲良くなる時のに必要なのが悪口ってだけだよ。あ、そういうことか。だから言い合いの子と言い合いの子が仲良くなる時に悪口は別に必要じゃないやん。あー確かにな、そういうことか、うん、ちょっと覚えよう。私は知ってますこの悪口って言えば、おお、なんでそんなの知ってるんですかって、あ、そうか、話題に、確かに、そうそうそう、